続いて14番ですね。映す、鏡などに映すのがこちら、そして、手本を映す、書写の写ですね。書き写す、こちらは鏡などに姿を映すというようなところですか。続いて15番、痛む、傷がつく、そして実際痛いというところ。16番については、説明するというところ、そして、解放の解、問題を解くというところですよね。そして17番、こちらについては就職の就ですね。仕事に就くという時によく使います。到着の着ですね。駅に着くというような形で使うわけですね。